はい、えい、ー、始まりました YouTube の時間ですえー、改めましてこんばんは <laughs>、えー、DJ マークワドル高行です今週も YouTube 元気にスタートしましたよ皆さんえー、今週まではえー、収録放送でござります <laughs> 来週からまたね、あのー、生放送で頑張りますんでねえー、メッセージもよろしくお願いします あのツイキャスでもね、えー、来週からまた見れますんでよろしくお願いしますえー、まあね今週も張り切っていきましょうか、えー、この番組は「ボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ歯を守ることそれは命を守ること」「コチンダシカクリニック」「マルごとラスクが大好評のワイズサポート」「酒類全般輸入卸し通信販売上ワイ商事」 アパートの修繕リフォームのラッシュオンプレスの提供でお送りします。はい、えー、改めましてこんばんは。YouTube の時間です。えー、DJ のマークワードル高行です。今週も30分間よろしくお願いしますね。えー、今日はですね、<laughs> 10月の20え20日 <laughs> まあ1日ね。 まあ今喋ってるのは昨日の僕なんですよねーー未来の皆さんこんばんは。<laughs> 21日はどんな感じですか <laughs>？ま、そんな感じで <laughs> 過ごしてますけどね。いや過ごしてるじゃねえや。あの <laughs> 収録してるんですが <laughs> まあ、えー、先ほども言いましたけどね、来週はもうあのー、またちょっとね、通常放送に戻りますんでね、えー、生放送8時半からね、スタートしますんで、えー、メール、メッセージ、いろいろよろしくお願いします。えー、まあね、あのー、まあ今日、えー、20日現在の、あのー、<laughs> なんだ、話題で言うと、チャタンでね、サメが現れて、ね、 今日またあのー、釣り上げたということでね合計5匹。<laughs> 危ないね。<laughs> あんなにいたんだね。怖い。本当に。<laughs> でも本当あのー、人的被害がね出てなくてよかったですね。でも本当に危ないですよ。うんだからねサメはね気をつけてみんな。うん。決してあのー、あれをフカヒレ取りに行ったりしないでフカヒレね。 あの釣り上げた人もいるけどあれ危ないらしいからねあの本当によっぽどうまい人じゃないとサメなんか釣れないって聞きましたんであのだからむやみやたらに釣りに行かないようん <laughs>、ねえー、気をつけてくださいあとはまあここでちょっとあの業務連絡ですねえっ、ー、と今あの FM 技能ワン、えー、お聴きの皆さんの中に えー、どなたか、あのー、ボブ・ディランさんのねあの連絡先分かる人いたら <laughs> ぜひあの伝えてください、うん、あのノーベル賞のねあの人たちが困ってると <laughs> ぜひ伝えてくださいよ <laughs> あのあの番組にメッセージくださいあのあ呼びかけようかあのノーベル賞の実行委員の代わりにね、えー、今、えー、聞いてる ボブディランさん <laughs>。ぜひあのメールください。<laughs> メールの宛先です。797アットマーク fm 宜野湾 .com youtube 係までよろしくお願いします。あの出るのか出ないのかだけでいいです。あのボブディランさんよろしくお願いします。<laughs> 来たら受けるけどね。<laughs> なんか変な翻訳ソフトみたいので <laughs>、こんばんは。ボブディランです。みたいな。 それがちょっと間違ったあのホフ・ディランとかなっててね。<laughs> <laughs> <えー笑>まああの当日さあの受賞式はあのやるって言ってるからあのノーベル賞の人たちもねフラッと来てほしいね当日もういつもの武将ひげによりおれの格好にさギターだけ小脇に抱えたボブ・ディランさんが来たらかっこいいと思わないねえ。 フラッと現れてさみんながざわつく中スタスタスタって、あのー、ステージに上ってってさおもむろに、あのー、プレゼンテーターからあのマイク奪い取ってさなんか一言ボソッとね。うん、<laughs> まあなんて言うかな、まあ、その前に来るかなうんぜひ、えー、来てほしいと思いますよ。ちょっとあの 偶然にもね先,先週かボブ・ディラン特集やったばかりですよ僕ねえちょっとあれじゃないですか予言っぽくないですかこれ <laughs> ねだから今なんか言っとこうかなで明日もしそれなったらねあれじゃんあのー、YouTube 実はあの沖縄で予言している番組があったみたいなのでねネットが騒然としたりするかもしれないさ えーとですねじゃあ,あの予言しましょうねえー、ボブ・ディランさん明日連絡つきますはい <laughs> あ今日ね今日 <laughs> 今日連絡つきますはい <laughs>、えー、あとはねあのあ、ま、とりあえずあの今日あ告知これ本当の告知ねえー、オカリナ奏者のですねあのチーナーさんからの、えー、告知のえー、依頼というかね これ宣伝してくれよ、高行き。ということで、いただいたのが、えー、普天間高校39期、えー、期生の同期会があるということでね、えー、普天間高校39期、えー、昭和47年4月2日生まれから、えー、昭和44年4月1日生まれの方ですね、えー、昭和62年の3月卒業された方々です。えー、日時が、十、え、一、ー、11月の5日、もうそろそろですよ、六、えー、6時からね、土曜日6時から、 えー、JA ジュビランスね、えー、市役所宜野湾市役所を迎えの JA ジュビランスの4階であります、えー、会費が男性6,000円、えー、女性が5,000円で夫婦で同級生の場合は、えー、1万円ということでね、えー、なっております えーとですねインターネットでですね普天間高校39期で検索してくださいそしたらあのー、詳細が書かれた掲示板がありますんでそちらにですねあの振込先などは書いてますんでよろしくお願いします、えー、もう一度繰り返します、えー、普天間高校の39期の同期会があります、えー、11月の5日土曜日です、えー、6時からねえー、ジュビランスの4回です、えー、よろしくお願いしますということですでであああののの来週ですねまああのー、この えー、間高校39期生同期会の、えー、実行委員の方が、えー、ゲストでいらっしゃいますんでその時にまたあの詳しい内容の話を聞きたいなっていうふうに思ってますんでよろしくお願いします以上告知のコーナーでしたあと今週ですね今週まあ誰を特集しようかということで今週はジョン・レノンねっ ジョン・レンレノの特集します、えー、じゃあまず1曲目聞いてください代表曲の1曲ですね、えー、今週の1曲目「ジョン・レノン」で「IMAGINE」はい、えー、いいですね、えー、ジョン・レノンさん、まあ、言わずと知れたまあ超有名アーティストですが1940年、ねえー、10月の9日生まれなんですね今月誕生日だったんですよで亡くなったのが1980年 12月の8日、なんと40歳の若さで亡くなったんですよね。早いですよね、本当に。僕なんかもう45になりますからね。もう5年も長生きしてますけど、何にもやってないですよ、まだ、本当に。<laughs> まあね、あのー、経歴などに関してはもう説明不要でしょう。ね、ジョン・デノンさんね。えー、まあ、ポール・マッカートニーとすごくね、あの長い間、音楽活動を共にしてましたけど、まあ、解散後は、 お互いね、けなしあったりね、曲の中で、ね、いろいろあったんですけどねでもなんかね、やっぱり愛してたんじゃないですかねポールのことはやっぱりねうーんポールの悪口を言っていいのは俺だけだっていつも <laughs> なんか言ってたみたいですよやっぱりねで、あのー、ジ,ョンジョン・レノンはね、最後のインタビューこれがまたあの1980年の12月8日まさにこの亡くなるその日に受けたインタビューでこう語ってるんですよ。 えーとものまねできます <laughs> いやできないできない <laughs> 僕の人生のうちで素晴らしい選択を2回したんだそれはポールとようこさんっていうふうにね、えーえー、言ってるんですよジョンは最後のインタビューでねちょっと泣かせるんじゃないですかうーんねいやーやっぱりあれだけねお互いもう本当にあの少年の頃からねティーンエージャーの頃から一緒にバンドを組んで 音楽をやったメンバーなんでねやっぱりものすごく強い結びつきがあったと思いますえー、じゃあ2曲目いきましょうジョンレノンで Oh My Love はいえーこの曲もいい曲ですよねうんすごい好きな曲ですけどえージョンレノンねまあ亡くなったんですけれどもジョンレノンさんはねあのー、お墓っていうのが実はないんですよ 不思議でしょあのー、ダコタハウスねこれはもう、あのー、亡くなったダコタハウスの前にちょうどあのニューヨークの、あのーセ,ンルえー、セントラルパークがあってねその中にね、あのー、イマジンのメモリアルサークルっていうのがあるみたいで一応それがファンの間ではお墓というふうに認識されていてそこにねみんな、あのー、お花を添えたりとかやってるみたいですよ。でねあのー 公表ははされててないいいらしいんですジョン・ンレノののお墓っていうのはね、まあ、あることはあるらしい多分あるでしょうでも公表されていなくてね実は日本にあるんじゃないかって言われていることもあるみたいですよ信じるか信じないかはあなた次第です <laughs> みたいなね <laughs> そんな感じですよあとちなみにねちょっとあのお墓つながり有名人のお墓つながりの話で言うとえっ、ー、とね レッド・テペリンのドラマーだったジョン・ボーナム、ジョン・ボーナムのお墓にはね、世界中からね、ドラマーが来るらしいんですよ。ドラムキッズがね、集まるらしくて、なんかね、みんなね、あのー、ドラムのスティックをなんかあの捧げていくみたい。だからスティックがいっぱいなんだって。<laughs> あと、あのカート・コバーン、ね、ニル・バーナのね、カート・コバーンもなくなったんですけどね、カート・コバーンのお墓もね、なんかないらしい。うん カート・コバーンのお墓はなくてで、あのー、カート・コバーンの生まれ育ったお家の目の前の公園のベンチがこのファンの間ではこうお墓的なものになっていてこのベンチにみんな,なんかあの落書きしたりとかメッセージ書いたりしているらしいですよ。うーん <laughs> 不思議なもんだねなんかね。うーん <laughs> まあ有名人のお墓っていうのはねやっぱりあったらまあ行くでしょうねファンはねうんあの玉,、えー、玉城く君のお墓もあるからさあの <laughs> 浦瀬の京塚の方にねもしかしたら行ったりする人もいるかもしれないよねうんもうめちゃくちゃ組踊りのファンとかがさね <laughs> まあそんな感じです、えー、じゃあ、えー、3曲目いきましょうか。 えー、この曲もものすごく素敵な、えー、バラードですねじゃあ聴いてください、えー、今週の3曲目ですジジョン・ンレノンでジェラスガイはい、えー、今日はね3曲ジョン・レノンの曲をかけましたけどいかがだったでしょうかやっぱりもう、えー、40歳で亡くなるというものすごい早いですよね ね、やっぱり僕もどっちかっていうとポールよりもやっぱりジョン・レノンの方が僕は好きですね。まああのジョン・レノンもあーポール・マッカートリーももちろんいいですしね「うんヘイ・ジュード」とかね、えー、すごい好きなんですけどやっぱりこう、まあ、生き方というかねもう反対性の視線も、えー、姿勢も含めて、まあ、ジョン・レノン好きですよ。う ね、やっぱり素晴らしいアーティストだと思うんですけどまああのーまあ「イマジン」とかもねもう世界中で歌われてるでしょうん、ね、やっぱり歌詞もすごいいいですからねうんねえー、君は僕を無双家と言,ぶ、えー、言うかもしれないでもその夢を見ているのは僕だけじゃない世界中にいるんだよっていうね それがまああの「ジョン・レノンのイマジン」っていう曲なんですけどね、えー、今週は、えー、ジョン・レノン特集をお送りしましたまあねあのー、来週はねまあ生放送なんでね、あのー、またバンバン曲もかけていっていろんな話をしたいと思っておりますんで、えー、楽しみ、えー、楽しみにしていてくださいはいこの番組はボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ。 歯を守ること、それは命を守ること、個人だしかクリニック。まるごとラスクが大好評のワイズサポート。酒類全般輸入卸し通信販売上ワ y 商事。アパートの修繕リフォームならし、ショーンプレスの提供でお送りしました。はい、えっ、ー、とですね、まあ、来週はですね、もうメール待ってますんでね、えー、メールの宛先です。797-FM 技能 1.com 797アットマーク f m g i n ドット c o m ですなんかさっきあの、えー、ギャラリー見たらさあのジュークって書かれたあのポ、えー、サインがあってで写真見たらさあのあれよ前ジュークっていう二人組がいたでしょそのボーカルの方がねあのなんか来てたみたい f m g i n o にすごいね あのー、やっぱりあの飛行機雲でねあの曇り空割ってったんじゃないかなって思うんですけどねうん <laughs> ごめんごめん、えーまあ、そんな感じで今週もお送りしました、えー、来週はねあのゲストね先ほども言いましたけど、えー、普天間高校のねあの39期の、えー、同機会の実行委員の方々がいらっしゃいますんで、えー、楽しみにしていてくださいよろしくお願いしますいろんなことを あのー、聞きたいと思っておりますよ僕も二間高校生であの後輩にあたりますんでね、えー、皆さんよりねなのでいろんな僕が入る前の二間高校の話とか、まあ、共通の話題とか。 いろんなことを聞きたいと思っておりますんで、お楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ、時間いっぱいとなりました。じゃあ、また、えー、来週、この時間にお会いしましょう。Same time, same channel で待ってますね。えー、お相手は DJ マークワードル・高幸でした。じゃあ、バイバイ。はい、えー、始まりました。YouTube の時間です。えー、改めまして、こんばんは。 <laughs> えー、DJ マークワドルタカイキです今週も YouTube 元気にスタートしましたよ皆さん、えー、今週までは、えー、収録放送でござります <laughs> 来週からまたね、あのー、生放送で頑張りますんでね、えー、メッセージもーよろしくお願いしますあのツイキャスでもね、えー、来週からまた見れますんでよろしくお願いします、えーまあね、今週も張り切っていきましょうか、えー、この番組は ボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ歯を守ることそれは命を守ること個人ダシカクリニックマルごとラスクが大好評のワイズサポート酒類全般輸入卸し通信販売上ワ y 商事アパートの修繕リフォームなラッシュオンプレスの提供でお送りしますはいえー、改めましてこんばんは YouTube の時間です えー、DJ のマークワードル高カユです今週も30分間よろしくお願いしますね、えー、今日はですね <laughs> 10月の 20... え ?20 日 <laughs> まあ1日ね、まあ、今、えー、喋ってるのは昨日の僕なんですよね、えー、未来の皆さんこんばんは <laughs> 21日はどんな感じですか <laughs> <laughs> まあそんな感じで <laughs> 過ごしてますけどね。いや過ごしてるじゃねえや。あの <laughs> 収録してるんですが。え <laughs> まあえ先ほども言いましたけどね。来週はもうあのまたちょっとね通常放送に戻りますんでね。え生放送8時半からねスタートしますんで。えーメール、メッセージいろいろよろしくお願いします。ええ。まあねあ。 あのー、なんだ話題で言うと茶ン、まあ、でねサメが現れてね今日またまあ、た、のー、釣り上げたということでね合計5匹 <laughs> 危ないね <laughs> あんなにいたんだね怖い本当に <laughs> でも本当あのー、人的被害がね出てなくてよかったですねでも本当に危ないですようんだからねサメはね 気をつけてみんなうん決してあのあれをフカヒレ取りに行ったりしないでフカヒレねあの釣り上げた人もいるけどあれ危ないらしいからねあの本当によっぽどうまい人じゃないとサメなんか釣れないって聞きましたんであのだからむやみやたらに釣りに行かないようん <laughs> ねえー、気をつけてくださいあとはまあここでちょっとあの業務連絡ですね えーと今、あの FM 技能版、お聞きの皆さんの中に、どなたかあのボブ・ディランさんの,ねあの連絡先分かる人いたら <laughs>、ぜひ。